皆さんこんにちは、女子服大好き緑川です。今日は京急線の品川駅に来ています。京急線は品川と三浦半島、そして羽田空港を結ぶ路線です。品川から移動するときは快特電車に乗ります。これは快適な2ドアの車両、通勤に特化したロングシートの車両もあるので、利用の際は要注意です。それでは、京急の快特電車に乗って、三浦半島まで進みます。ここは、油壺マリンパーク。京急グループの水族館でした。三崎マグロ切符の特典で、レトロな園内を楽しみ、京急バスに乗車しました。ここは温泉が見つかったので、今後が楽しみな地域です。そして着いたのは、三崎港。今日のメイン、マグロ丼を食べに来ました。三崎マグロ切符は、往復乗車券と食事券がついた楽しい切符です。大人気の切符なので、週末の三崎港は大変混雑します。三崎口行きのバスは、並んで乗れなかったので、剣崎経由で。三浦の農業地域をことことと、バスは走ります。サバで有名な松輪を過ぎ、三浦海岸駅に到着しました。駅前には、河津桜が咲いていました。帰りも、快特、電車で帰宅します。この電車は、河津桜のラッピング電車でした。またゆっくり三浦半島を散歩できたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。